I wake up in the morning in this great blue state. Golden fingers caress my face. Slips through the window on a silky breeze. A dreamer's land to plant some seeds. All my doubts, a lighted mirror reflecting out every true potential. A bedrock belief in elaborate plot to set this bird free.2年前から観光協会の今理事をやらせていただいてて、でまあここがその13箇所ある外湯の一つで大湯っていう一番まあそのシンボルみたいな感じの温泉って当時のお客さん結構来るっていうのでそういうので野田温泉が発展していったんですけど、オーストラリア人がでも多いですね。まだ去年でいうと6割インバウンドのお客様の6割がオーストラリア人で、コンパクトビレッジ、小さく収まってる、でその中にあの仲間もギュッと詰まってたり、まあ、家族とか楽しさがもう凝縮してる。でそこからスキー行ったり自転車乗ったりとか、でこんだけ遊べて家に戻ってきたらそこからみんなとかの食事したり飲み行ったりとか、かそれがコンパクトにできて魅力が詰まってる。温泉とスキーは要は健康維持にかなりそのいいっていうのを言われてて、もう少しその辺を掘り下げたあの街づくりをしていきたいなとは思ってますけどね。まあ、若旦那の健作くんです。では栄養の食事っていう部分がめちゃくちゃやっぱ弱いと思うんだよな。やっぱ野沢温泉に来てこう体も心も元気になってまた帰っていくっていうことを置くのってなんかね、野沢温泉のあり方としてはすごいいい仕事だなって。地元のものを使うっていうのは当たり前のことなんだけど、実は今日本とか世界中でなかなかできてないっていう、健康になれる食事とかっていうのはまあ、いろんなことができるなって結構思ってますね。まあ、我々がねスキーのおかげで外に出してもらって見つけられてない魅力っていうのを発見できて今いろいろやってるっていうのは面白いです。野沢どこがいいの？野沢どこがいい？いやでも野沢っていろいろ話すとかなんかいろいろ押せるネタが多くて、山がやっぱりいや、いい山でパワーダウンも降るし、春は春であの地形が面白かったりとかしてね、ちょっと歩けばスキー場だしね。結構みんなウェルカムじゃない？結構そうですね、すごいみんな受け入れてくれますよね、うん、よそから来たけどそう本当にみんな友達みたいな感じで声かけてくれて、うん、気にかけてくれる村の感じがいいよね、うん、で休日はみんな子供たちが山に行って滑るみたいな環境ってまあなかなかないと思いますもんね。そういう生活がしたかったんじゃないですか、二人は。夢見てたよね。でここがですね、もうちょい上に行くと湯沢神社っていう神社があって、野沢温泉その冬の祭りと秋の祭りがあって、1月15日の火祭りとその秋のこの湯沢神社の湯沢神社例祭っていう祭りがあるんですよ。結婚指輪にこれが彫ってあるの知ってました？不信号が。飯綱マダラ王、戸隠黒姫、妙高って。
長野の北進から見える北進語学っていうのは、田舎ってどうしてもすごい孤立してる感じが、まあ、東京に住んでるとそういうイメージはあったんですけど、やっぱその歩いて飲みに回れたりとか、みんな友達みたいな感じなので寂しい感じもなかったし、でまあ何が良かったって本当に空気もいいし、お水もいいし、温泉もいいしっていう、ここで暮らしてたらなんか元気になるというか、いい生活ができそうだなっていうのは漠然と思ってましたね。まあ、いずれ僕もこう野沢帰ってなんか一緒に盛り上げていこうよみたいな話はまあ漠然としてたけどあったんだけど、今やっとそれがまあケンジがやっぱりずっと野沢にこう帰ってきて、で俺もこう帰ってきてスキー場で働いてさ、やっぱこういう関係だからすごい密にいろいろね、これからやっていけるんじゃないのかなっていうのをすごい思ってるから。でも今までさ、サポートされる側だったけど、今はみんなこうしてるわけじゃん、まあ、何かしら、それがすごいよねだよね。スキーをずっとやってきて、スキーでその恩恵を受けたのをそこに返すっていうのはなんか面白いよね。一個質問したいんだよね、いつまでプレイヤーを続けるか。それはね、明確な答えがあったんです。85歳かな。だって今その純が言うプレイヤーっていうのは競技者としてかバックカントリーのっていうののプレイヤーでしょ。50代のそのユーザーがオリンピック選手の滑りを目指してるわけじゃないから、50代のスキーヤーのヒーローに俺はなれるかもしれない。それに挑戦してる人っていないわけよ。今日もね、その温泉街だった83歳の常連さんのおじさんはずっと今も野沢に通い続けて、もしかしたらその人83歳のヒーローって20代のオリンピックの選手ではないのかなとは俺は思って、スキーヤーとしては俺はずっと生涯プレイヤーになって、そこを目指したいよ。まあ、ああいう友達がいるっていうのはなんかありがたいですけど、自分の財産じゃないけど、毎回こう飲みすぎて反省する反面、そうやって飲める仲間がいるっていうのはやっぱ幸せだなみたいな思います。はい、僕は兄貴がやってるメンタルです。気づいた頃にはもうスキーを履かされて、初滑りの記憶もなければ、どうやって教えてもらったかも記憶ないし、気づいたらもう滑ってたみたいな。野沢はどういうふうに今後まあしていきたいとかってあるの？なんかそう、まあ俺が今結構ね、いろんなシチュエーションで遊んでるから、まあそれをネクストジェネレーションにまあ教えるじゃないけど、まあ一緒に遊んでっていう、それで子供たちにまああとはどうするか君たちのあれだからつって。兄貴のあれだもんね、あのジュニアのコーチのたまになんかアシスタントじゃないけど一緒に行って滑ったりしてる。これね、コーチなんだよ、うちアシスタントじゃないから、ジュニアのコーチなんだよ。野沢温泉ジュニアスキークラブっていう、もうこれはあの1972年の札幌オリンピックの頃から強化していこうという指定があって、そしてスキークラブのコーチが子どもたちの面倒を見て、で村があのバックアップをして基金を出して、ジュニアスキークラブというものが成り立ってるんで、まあ人を作るとか人を育てるとか、この村を発展させるという大きな目標があってスキークラブはできてるんですけど、スキーに育てられたっていうことイコールこの村に育てられたっていうところに行き着く。
俺はもともと嫌いだったからね。兄貴がまあやってるからまあしょうもなくやるかみたいな感じで始めたけどね、結局一人じゃダメだし、兄貴がいたからまあスキーやってるし、裕太君とか恭平がいたからその負けずにこうやるみたいのがあったから、野沢の周りの人が自分を育ててくれたみたいな、やっぱ絶対あるよ。スキー軸にちゃんと育ってこれたっていうあるから、それを軸に俺も子供たちに教えたいなと思ってる。スキーがあったから今の野沢らしさがあるみたいな、やっぱ今強く感じてますよね。暑い街ですかね、人も湯も。シーズン中は平日はもうナイターでここに来て、まあそれでね、ここ滑って自分のスキー技術を磨いて、それでまあね、世界に出れたっていう、完全にもう原点です。ここにありますけど、スタートハウスっていう名前がついてますけど、まあ30ね後半ぐらいになって、人生要はスタート台だったのかな。やっぱ独自のその魅力はあるなっていうのはありますし、可能性ももちろんあるので、もう少しそこをやっぱり掘り下げていきたいなっていうのは、やっぱりスキーで外に出て、外からこう野沢を見る機会ができたから、それに気づかされたっていうのもありますよ。とにかく楽しく過ごしていくっていうのが人生のモットーですかね。今のところは最高ですね。今のところは。